哲学カフェ、パリ4区バスティーユ広場哲学カフェは、哲学的な議論をするための草の根の公開討論会。哲学者マルク・ソーテが、フランスのパリで創立した。ソーテは1992年12月13日、バスティーユ広場のパリ4区側にあるカフェ、カフェ・デ・ファールで、初の哲学カフェを開いた。彼は、日曜日ごとに午前11時に、 自分の哲学カフェに何人かの友人を集め、2時間ほど哲学の討論を行った。偉そうな上流階級ではなくて、一般講習を対象とした推論の基本原理へと戻ることが彼の哲学だった。最初の会合には10人かそこらの人々が集まっただけだった。間もなく大学生たちが姿を見せ、 街の風変わりな市民たち、勤務時間外のタクシードライバーたち、そして暇で裕福な勇敢女性たちが後に続いた。これが毎週恒例のイベントとなり、各会合におよそ200人の人たちが集まるまでに膨れ上がった。その意味で、総手は哲学カフェに参加する一般講習に哲学を取り戻した。そうする中で、彼は高等教育で教えられている。 通常の哲学に忠実でないとみなされ、学者たちによって排斥された。このカフェで論じられる主題は、サンタクロースの伝説から、真実、美、生、死にまで及んだ。愛知県、ありがとうございます。